皆さんこんにちは。大金整骨院 YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今日は僕白塚が担当させていただきます。今日は僕の患者さんで最近とても座骨神経痛の症状がある方がたくさんいらっしゃるので、その方に向けてあえて皆さんに YouTube で発信していこうと思います。で、座骨神経痛のストレッチをお伝えしたいんですけど、そもそもじゃあ座骨神経痛って何なのっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですけど、図形を使って説明すると、座骨神経痛っていうのは結構一般的に言われるのはこのお尻から太もも裏ですね、この後ろ側を通っている神経、座骨神経っていう神経があるんですけど、その神経沿いに痛みが出るものを座骨神経痛っていうふうに呼んだりします。で、今回お伝えするストレッチは座骨神経痛を大きく分けて2つ原因があるんですけど、1つが椎間板ヘルニアとか脊柱管狭窄症だったり、腰の根元から根元のところですねが原因で起きている座骨神経ラインの痛みと、あとは梨状筋症候群って言ったりとか筋肉由来のものがあるんですけど、今回ストレッチをやっていただきたいのはその筋肉由来のものに対してなので、今からやるテストで痛みが出てしまったりとかしびれが出る方は今回のはやらないでください。で、このテストっていうのが簡単なものです。まずはこのぐらいの高さの椅子を用意していただいて、低くて十分です。ここに骨盤をしっかりと立てた状態で足を乗っけます。で、この時にお尻から太ももの裏、指先とかまでですね、もししびれが出てしまうようだったら今回のはやらないでください。で、これでしびれではなくて突っ張り感だったりとか、あとは硬くて上がらないよって方は今回のやっていただくと効果出るかなと思います。で、早速ストレッチやっていこうと思います。まずさっき使った椅子をそのまま使います。ここに座ります。座った状態で足を組んでいただいて、この状態から骨盤をしっかり立てたまま上半身を倒していきます。そうするとこのお尻から太ももの外側に突っ張ってストレッチがかかったような感じがするので、このまま10秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これを左右ともやってください。で、この足を組んだ位置ですね、足のこの位置を深くしたりとか、あとは体に寄せたり浅く遠く、いろいろな角度があるので、一番自分が行きにくい、ここ突っ張るな、硬いなと思うところでやってあげてください。この動画がためになったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。